コンスタンティン・チェザルです。北海道来た13年前ぐらい、なんか日本の空手で侍とか大好きだったんで、チャンスあった時はすごく気になった、すぐ来た。友達入ってからやってみたかったし、興味もあった、すぐお願いした。一番楽しいは訓練、楽しいで出てます、いつも。でどんどん毎日いつも来てるよ、みんなと仲良くなってます、友達広げますいっぱいになってますよ。自分のお店やって、飲食店、ピザ屋さんです。14年前始まって移動販売車で、今は3店舗、今年3店舗目オープンしました。こっちは大好き、いや冬は楽しいです。時間取れるときはすぐ山に行きます。最近スノーモビルばっかり大好き、ハマっちゃった。不安っていうのはそんなになかったです。みんなもいやいいんじゃないっていう一言で終わりましたので、全然僕らと、対話するにも全然苦にならないっていう日本語の達者な方です。団員さん方が認めてくれてた外国の方が入団されるとなってきますと、これは間違いないだろうっていう、かえって楽しみという不安とかよりも、どういう方なんだろうかなっていう楽しみの方が多かったでした。後方支援が主です。あと同時通訳の方で、消防署の方で、救急の方でですね、そちらの方もやってもらってます。活動はもう本当真面目です、まあ、その訓練にしても物事に対しても一生懸命取り組んで、一番いいのは全速力で練習中もですね、走ってるとかするそのひたむきでさ、俺一生懸命頑張る人なんだなっていうのが本当思いました。はい、大変もなるかもしれないけど、僕はこの道で行きたい。消防団入れませんか。